ここから火を吹くんだよね。あれ？お前たち。皆さん。お待たせしました。こちらをご覧ください。上書？いや、そんなわけは。あれ？生きてらしたんですか？これは。孔明様の人形です。孔明様が生きている。それだけで敵は混乱し、味方は鼓舞されます。決意殿、孔明様にいつまでも頼るわけにはいきません。ですが、この人形は束の間私たちに力を貸してくれるでしょう。難点はとても重いことです。車輪付きの椅子も改良しないといけませんね。そんなに重いんですか？あれ？そうでもないですよ。では、外出の際はお願いしますね。はい、頑張ります。ありがとう。